よろしくお願いします。藤田選手小さいのに、いやなんかすごいしつこいディフェンスしてくるなと思って、あのおしゃれでしたよ。お洋服とか本当に好きな子だなって。田舎の子なのに応援してくれてる周りの人のためにも頑張んなきゃなっていう、背負いますよね、すごいいろんなことを。本当に心配だなっていうのは今自分がここで行かない方がいいなっていうので、私も我慢の一年でした。マチデニュース100号に私たちの対談が載ります。ぜひ浦和駒場スタジアムに足を運んで読んでください。よろしくお願いします。